はい、今回は GT カーサホームスタイルエディション、こちらをご紹介していきたいと思います。前回ですね、 GT という車両を動画でアップしたんですけども、今回は、同じ車なんですけども、カーサホームスタイルエディションというですね、特別仕様の車両になっていました。ですので、カーサホームスタイルエディションの装備内容について、詳しくご説明していきたいと思います。はい、この動画を見ていただくと、GT カーサホームスタイルエディションという車がどういう車かというのが分かりますので、動画の方もぜひ最後まで見ていただければと思います。使い勝手の良いマルチルームに、ファミリーでもゆったりと就寝できるベッドスペース、大型モーターホームに求められる全ての条件をスマートに、そしてコンパクトにバンサイズで実現した、それが GT というキャンピングカーになります。カーサホームスタイルエディションは、スペイン語で家を表すカーサと名付けられた特別仕様なモデルになります。機能的に配置された家具に温かみのある素材を用い、自宅にいるような落ち着きとナチュラルな室内空間を演出してくれます。車内で過ごすことの多いキャンピングカーの旅をより快適にし、家族や大事な人と過ごす旅の楽しさをより豊かなものにしてくれます。動画の中でノーマルの GT と、カーサホームスタイルエディションの GT の、衣装の違いについても、触れておりますので、そちらもですね、比較していただければなと思います。それでは室内をご紹介していきたいと思います。エントランス、スライドドア入ってすぐにですね、キッチンスペースがあります。こちらの上にですね、トイさんオリジナルのオールインフォメーションボードがあります。これはですね、メインスイッチをここで入れたりだとかですね、照明のスイッチやインバーターをね、オプションで付けた時はインバーターのスイッチや冷蔵庫のスイッチもありますしね。でこれを押すと、今のですね、バッテリーの状況が、これメインバッテリー、サブバッテリーのですね、バッテリー管理モニターにもなっています。で、この、今日はオールインフォメーションボードで、室内のですね、ほとんどの装備は、オンオフ操作ができるようになっております。今回からは、FF ヒーター、北海道では結構必須とね、この FF ヒーターのね、スイッチが別付けになっております。で、キッチンは先ほどの映像であった通り、こちら側にですね、照明がついてて、給排水の水のタンクがあります。そして調理台と、こちらがですね、水のシンクがあります。このぐらいのスペースあるとですね、まあ手洗い、うがいとかはね、簡単な洗い物はできるかと思います。そしてこれ、エンゲルの上蓋式冷蔵庫になります。はい、ここにね、まず一つこれですね、これがカーサホームスタイルエディションの特別装備のうちの一つなんですけども、これ美濃焼きタイルというですね、ものを使っております。で、3色ね、お色を選べるんですけども、今回はですね、ミックスブラウンですかね、こちらを選んでおります。シンクの上に行きますと、これ照明、 LED の照明と、こちらにですね、100V のコンセントと、これ間接照明のスイッチになってます。こちらがですね、収納庫ですね。鍋釜類だとかね、キッチン関係のものを収納できるかと思います。家具の色もですね、カーサになると少し違いまして、あとこういうですね、取っ手関係もですね、室内の雰囲気に合わせたものに変更になっております。こちら側がですね、収納スペースですね。こちらはね、こういう風にして結構ね、収納力があります。こちらはですね、棚を外すこともできる、ちょっと大きなものももし入れる場合はね、これを外してね、収納することもできます。こちらが各収納スペース、1段2段、これ結構奥行きがありますね。こちらにも3段目のね、引き出しがありますので、物を収納するスペースもね、結構あるかと思います。はい、こちらダイネットスペースをですね、ご紹介していきたいと思います。まずですね、この
シートファブリックも実はカーサホームスタイルエディションのですね装備の一つで、これ微周織物というですねファブリック素材を使用しております。そしてこのですねフロア、これよくキャンピングカーってねクッションフロア貼ってでフローリングのような感じの演出をするんですけども、これ実はわかります、これ実はですねヒノキのフローリングを贅沢にもですねキャンピングカーの中に貼ってます。でこのヒノキのフローリングとこういうね家具色、この薄い木目とこの茶色い木目、こういうグリーンのシートとですね、まあ、絶妙なね中のですねバランスが取れてね非常にこれ落ち着いた雰囲気に感じられるかと思います。最近キャンピングカーもあのモノトーンの色調の室内のものが多いんですけど、やはりですねトイファクトリーさんはなかなかの室内空間のね作り方が上手ですよね。なんとも言えないこの落ち着いた雰囲気に感じられるかと思います。こちらオプションの19インチの液晶テレビに、ね、なります。首振りの金具がついております。こういうふうにねサードシートに座った方もテレビをね見られるようになっているかと思います。数年前のモデルまではこの状態だったんですよ。で今の2020年のモデルぐらいからはねこういう首振り式、こういうですねテレビステイがついてますので、セカンドシート、サードシートにね座ってる方も難なくテレビが見れるようなステイになっております。間接照明と LED のですねスイッチになります。これタッチ式のねスイッチがついています。ここはよいしょ収納スペースと、ね、収納があって、この辺もですね小物とかをねちょっと入れとくにはなかなか便利なスペースかと思います。これが間接照明のスイッチになっております。向かい合わせのスタイルなんですけども、これをですね全員がですね前向いて進行方向を向けるですねレイアウトに変更していきたいと思います。はい、このようにですねセカンドシートを前向きに変更することができます。そしてですね真ん中にあったテーブルを運転席助手席の後ろに設置してですねセカンドシートの乗っている方がテーブルをこういうふうにですね走行中も使えるような設定になっております。こうすることによって運転席助手席セカンドシート、そしてサードシートに乗っている方が全員ですね前を向いて進行方向を向いて進むことがねできます。サードシート後ろはですねこれフリールームがあります。今はですね何も置いてない状態なんですけども、オプションでポータブルトイレを設置してもいいでしょうし、荷物スペースとしてもね使うことができます。そしてこちらがですね後部2段ベッドになります。ベッドの広さはですね結構横幅はありますよね。上の段と下の段もこういう風にあります。
この横幅の寸法は 1m80 あるんですけど、私が寝るとちょっとやっぱ狭いですね。実寸法で 1m80 ありますので、 1m70 ぐらいの方でしたらね、横にこう無理なく寝れる広さ かとは思います。横の広さはねあると思います。このような形でですね、こっちから乗り込んで寝るんですけども、結構ですね、この横幅がだいたい 1m ぐらいはねあるかと思うんですけど、横幅に関しては非常にいい寸法なんですけども、私が寝る分にはちょっと縦の寸法がね少し短いかなと思います。はい、今回の GT カーサホームスタイル、はい、今回の GT カーサホームスタイルエディションいかがだったでしょうか。まるでですね、ご自宅にねいるようなくつろぎ空間だったでしょうか。はい、ノーマルのですね GT と違いまして、いろんな装備品だとか、まあ素材だとかがね、あの特別仕様の車両になってますので、もしですね少しでも参考になりましたら、高評価の方とコメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴どうもありがとうございました。